山本由伸、なんだかんだダルの1年目を超えそう。パドレスのダルビッシュ投手が日米通算200勝を達成、日本で93勝、メジャーで107勝を挙げての大台到達だった。ダイヤモンドバックス戦に先発し、7回途中7安打2失点で5勝目1敗を挙げた山本由伸は、取材に応じてダルビッシュの大記録にコメントした。山本、心から尊敬しているので、野球の面はもちろんですけど、人としての面も本当にすごく尊敬してる。僕も一年一年しっかり積み重ねて、ダルビッシュさんのようになれるように頑張っていきたいと思います。とにかく優しいんですけど、表面的な優しさじゃなく、本当の本当に優しいんだなっていうのを会うたびに実感する。山本が尊敬するダルビッシュのメジャー1年目の成績は、29登板、191イニングで、16勝9敗、防御率 3.90、ウィップ 1.28 だった。山本は、ここまで10登板、54イニング、5勝1敗、防御率 3.17、ウィップ 1.06 の成績、ダルビッシュの背中が見えてきたかもしれない。勝利数はドジャ打線やからいけるかもな。イニング数は厳しい。ダル初年で190イニングも投げたんか、とんでもねえな。てか、年齢全然ちゃうやろ。いや、山本25歳、ダルも今卒で日ハムで7年やってからの渡米だから、26歳くらいでほぼ同じやで。山本もオリックス7年やから、全く同じやね。このまま山本が30登板したら15勝、160イニングか。一切に脱せずに、今のペースでローテ回しても規定の160イニングギリなんか。まあ、今日やなメジャーは。あんだけ日本で無双してたダルと山本が、普通のエースクラスになるんだもんな。ダルは元プロ野球選手が、最も多く歴代ナンバーワン投手に挙げてる投手。俺調べ、それで防御率 3.90。防御率は、山本がダルを上回りそうやね。防御率は山本が 2.5 くらいまで持っていく気がしてる。山本はイニングをもっと消化していかんといかんな。前回も最後に行かれなければ7イニング消化だったもんな。残り20登板数として平均で6イニング安定的に消化できれば170イニングか、ダル190ってどんだけだよ。日ハム時代から自分が登板する日はブルペン全員を完全に休ませることで自分が投げない日の勝率を上げる、ダダルのポリシー。さすがに山本にそこまでの気遣いは不要やで。管理人のつぶやき、メジャーの先発投手はイニングイーターという言葉があるくらい、イニング数が評価されると当チャンネルのコメントでもたびたび教えていただいています。山本投手は今のペースだとイニング数がちょっと心配ですね。もちろんマーリンズ戦で8イニング投げたりと安定的に増加傾向にはあるのですが、今回調べてみて、ダルの兄貴の190イニングや大谷さんの二刀流での規定達成がどれほどすごいことか実感しました。ちなみにダルの兄貴は日本最終年に232イニング、メジャー2年目で209イニングを消化しています。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。